皆さんこんにちは、ワンダリフルビジです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は今ご覧いただいているの文言事件をクリアしましたので、その続きになります。一番最初のステージということで、だいぶのんびりまったりプレイできたんですけども、次のステージリハーサルやったんですが、全く違う難易度になってます。かなり難しいですね。しっかり作戦を練って、プレイをしていきたいというふうに思います。まず作戦の内容ですね。敗走したモンゴル軍がソ連軍と共に再び侵攻してきたということで、これの撃退戦になります。一方味方はですね、今回満州軍が友軍として現れますので、日本と満州 VS ソ連とモンゴル、そういう位置づけになっています。勝利受験確認します。対象を応するには20単位内に2つの敵司令部の撃破というのがあります。これかなり難しそうでした。では重要拠点の内容も確認します。まずですね、帝国軍なんですけども、マップの一番上です。で満州がマップの一番右で、ソ連とモンゴルがマップの左下側にあります。この後実際のね、ゲームマップで一緒に確認していきましょう。はい、こちらが実際のマップになります。今映っているのが帝国軍日本の司令部ですね。満州がどこにあるかというと、マップの右側です。ここが満州ですね。すでに部隊展開しています。特に自分で動かせるユニットはありませんので、満州に任せるしかありません。そして帝国の司令部の真下、ここに敵の司令部があります。位置関係的にはこんな位置関係ですね。でさらにその司令部の左側にもう一つ敵の司令部があるので、この2つの司令部を落とすというのが目標であります。では早速軍を展開していきたいと思います。最初に展開するのは野戦砲ですね。まず敵が目前まで迫ってくるというシチュエーションになりますので、ここで野戦砲を展開して野戦砲によって敵を撃退するという戦い方を行っていきます。はい、部隊展開してあります。ご覧のようにすでに敵がこちらの司令部近くまで寄ってきているような状況ですので、これをねまずは退けるために野戦砲を使っていきます。それと同時にね、都市部の占領を進めて、ここから部隊が出撃できるようにシチュエーションを演出していきましょう。順調に敵ね、撃破して進んでいます。このまま敵を削り取って、まずはね、迫っていっている敵軍の撃退を行っていきましょう。で、その後はですね、進軍ルートを考える必要があって、今考えているのが、画面の左側、こちらにですね、おとり部隊を進行させます。陽動ですね。そして主力は画面の下側に向かって進行。これを今考えていますので、そのように差配をしていきます。ここにソ連軍の陸上攻撃機 SB-2 がいますので、これ撃退しておきましょう。ここに敵の大戦車部隊を発見してます。これ放置するわけにはもちろんいかないので、戦車部隊、撃破していきましょう。野戦砲をここに配置しておいて正解でしたね。前回はここまでの、リハーサルですね。リハーサルじゃここまでの展開数というのはなかったので、ちょっとこれは驚いてます。こんなに戦車をここに固めてきたかという、率直な驚きですよね。では、おとり部隊の方ですけども、渡海していきます。当初予定していたおとりポイントに入っていくということですね。野戦砲部隊ですね。これかなり期待している部隊になるんですけども、この野戦砲部隊に関しては、この後、道路沿いに進んでいった方がいいかなと思いますので、一度変形してですね、ここですね、ここの道路を通って南下していきたいと思います。どうしてもこの野戦砲たちは、道路があるところじゃないと、全く進めないと言っても過言ではないので、しかもここにね、敵の野戦砲陣地があるので、
この野戦砲陣地を通ることもしたくないというのもありますからね、しっかりかわしながら進んでいきたいと思います。歩兵部隊は戦闘機97の戦闘機を護衛につけて、そのまま南下しています。一方ですね、敵の攻撃を絶対に受けたくない野戦砲部隊はちょっと迂回して遠目の道路を回ってきてます。こんな感じですからね、敵のこの近くというのが野戦砲の陣地だらけというのがあるので、ここに突っ込んでいくのはね、なかなかきついところありますよね。なのでしっかり迂回しながら、攻撃地点というのを見定めていきましょう。さあ、敵の司令部近くに展開している部隊と激突ということになってきそうです。ここをまずどうしのげるか、損害少なくいけるかですね。あと高火力の野戦砲を早くやっぱり近づけたいですよね、こうなってくるとね。あと前線で航空基地も欲しいので、前線で航空基地というと、ここに敵の航空基地があるので、この航空基地をダッシュしたいと思っています。まあ、なんとか部隊を向かわせてここをダッシュしていきましょう。敵のね、司令部にはやっぱり野戦砲部隊が到着してから総攻撃をかけないと火力不足というのが出てくると思うんですよね。どうしても味方は歩兵中心で編成しているので、歩兵の火力では落とせない。であればやっぱり頼りになるのは野戦砲ですよね。ではまず確実にここ占領します。これで飛行場が取れましたね。この飛行場は貴重な飛行場になると思います。しっかりこの飛行場を守って使っていきます。あとは敵の航空機が動いているので、これ撃破しておきたいですよね。野戦砲がこれに落とされるようなことがあると本当に痛手になってしまうので、そういう事態になる前にですね、対処をしっかりしていきます。今のところ航空機の性能戦力で言えば日本が有利。さらにもっと言うとですね、どうだろう、歩兵同士の戦いも日本の方が強いかなって感じてますね。で、唯一勝ち目がなさそうだというのが戦車。戦車対戦車はちょっと正直勝ち目がなさそうです。この川の対岸にね、野砲の陣地が築かれているので、この野砲の陣地にはできるだけ近づかないように、敵の司令部のマップの右側からですね、上からじゃなくて、右側から侵入していく経路っていうのをちょっと考えてます。そのためには、やっぱり、歩兵ですね。森の中、道路のないところで野戦砲は足がすごく遅くて、まああまり動き期待できないので、歩兵、それとそれを支援する航空機でマップの右側から敵司令部に突入していきたいと思います。さあ、陽動部隊も、陽動するためにちょっとずつ前には出ておきたいと思います。ただし戦力はほとんどないので、あくまでも陽動というところですね。では敵の航空基地を奪いましたので、この航空基地も使って補給をしながらですね、進んでいきましょう。前線でね、こうやって補給ができるっていうのは本当に大きいですね。では敵の司令部近くに取り付きましたね。ここからは戦闘機を使ってまずは野戦砲を排除していきたいと思います。野戦砲本当に邪魔ですよね。この野戦砲がある限り、安心して部隊を進撃できないという状態にもなりますので、この野戦砲の撃破から先に行っていきます。風穴を開けました。ここから攻撃できるようになりますが、やっぱりマップの左側から入ってくるとなると、どうしても敵の野戦砲陣にこれを通らなきゃいけなくなるので、厳しいですよね。ですので、やっぱりマップの右側から入ってくるルート、これを使っていきたいと思います。なんとかね、マップの右側から部隊を送り込んでいきましょう。ここまで序盤、敵に
攻め込まれた最初以外は野戦砲がなかなか活躍できていないので、野戦砲の運用についてはもうちょっと考え方あってもいいかもしれないですね。ここまでうまく野戦砲を使い切れていないっていうのが実感です。では敵の基地司令部に攻撃を開始していきます。次のターンで一気にね、撃破狙っていきたいところですよね。攻撃を集中していきたいので、やっぱり野戦砲と歩兵と航空戦力一気に叩きつけていくという戦い方をしていきたいと思います。では早速野戦砲をぶち込んでいきましょう。ここですね、敵の中央司令部。いやー、さすがに3当たるって強いですよね。航空機からも機銃相当でここを取りたい。2どうなんでしょうね、この97式の抽選車ではなんか倒せなそうな感じがしちゃうな。残りの敵の中央司令部もう全くヒットポイントは残っていないはずなんですけどね。残り1、これを削り切れるかどうかっていう、まあ、そういう戦いだな。なんとか削ってほしいな。削りましたね。これで敵を撃破できました。早速占領しちゃいましょう。はい、これでまずはね、目の前の敵を一つ撃破できたと思います。残っているのがソ連の兵ですけど、これがまた強敵なんだろうな。では一旦ね、キリがいいので今回はここまでさせていただいて、次回ですね、このソ連軍の撃破のためにまた主力を尽くしていきたいと思います。どうだろう、ここにいる野戦砲に対しては航空機を送って航空機で撃破したいですよね。ちょっとそのあたりも作戦練っておきたいと思います。